でね、宇宙的なそういうイメージと仏様とかのイメージとか、あとその歴史的その平安京のイメージが多いんだよね。平安時代の碁盤の目が出てくるとか、将棋の碁盤の目とか、ね、駒の動きとか、その遊ぶゲームのルールとかいろんなね、とそういうのを感じ取った時に、いや、なんていうのかな、あの昔有名な人ね、歴史に残ってる人たちっていうのは、ひょっとしたらノストラダムス級の想像する人、あ、なんていうのかな、予言者だったかもしれないね。ね、それをこう今の現代にこう分かるように残すっていうね、パズルとして残すっていうのはとんでもないよね。天才超えてる。だからそれが人間の成し得る技なのかなって思ってみたりするよね。だから当然さ、あの宇宙のその存在っていうものはさ、あの想像する存在っていうのは全てのものを見るわけだよね、うん、全てのものを向上させようとするわけだよね。よくする作り上げてきたものを向上して、世の中とかその空間とかいろんなものが良くなるように多分進んでってると思うんだよね。そういった時にやっぱりそういうのも必要なんじゃないかなと思って、人間の頭で考えて進むのもそうなんだけど、ごく自然にそれが身につくような方法で、きっかけだけを作ってやつする方法に乗っかるのが一番自然な方法なのかなと思って、うん、いきなりこう車、まあ車の乗り方だけ覚えてればある程度車の乗れたら運転してて、もう荷物運んだりもすごい仕事が成し遂げられるけど、作ってからやれったらできないよね。車を一から作りなさいと、それから車乗ってからまたちょっと出てできないよね。多分本当の進化っていうのはそこからできるんだろうね、うん、車を作って自分で乗って直してできると思うね。だってテクノロジーがみんな一緒なんだからね。だからそれを専門家がいてできないでしょ。まあ職人的なものはまたちょっと違うよ。あれ手の手先の器用さとかは違うけど、工学的とかそういうものに関してはみんな同じことができなきゃおかしいでしょ。理解できない人がいないっていうのが考えられないことでしょ。ひょっとしたら同じ進化するんだったら、それがないってことは間違ってるテクノロジーなのかなと思って、ね、考えてみたりするよね、うん、なかなかこういう、あとこうなんかよく私たちのことなんか霊的とかっていう言葉が結構ありますよね、うん、あれは僕らは分かんないですからね、そっちの方は。いや、俺いや霊っていうのはどうなのかなと思うんだけどね。だからその中の霊じゃなくて空間の中のそういうなんていうかな、思念とかいろんなものが重なった時に見えたりするものが霊なのかもしれないよね、うん、宇宙的なその全てがだから宇宙の法則に作られたものなんじゃないかな。霊界とか人間界とかいろんなものが書いてあったり、仏の世界とか鬼の世界とか竜の世界とかっていう霊が描かれてるように、いろんな世界がこう密集されて作られてるのが宇宙的なこうあれに当てはまってるんじゃないかなと思って。そうですね。だからうちらが知ってることなんて本当の本当に多分ちょこっとですね。でそこで頭を固くしまうと、この先の見えないところを受け入れなくなっちゃうね。受け入れ、そうですね。そう。俺ら知らなくて、俺みたいなバカだから。知らなくて当然だっていうものが多いからね、うん、って言われたものが全てああってね、感動してみたりさ、今までのこう常識が常識じゃないっていうこう考え方もそう必要ですよね。そう、そう、うん、そういうものを取り入れてってみんなほら良くなっていくんじゃないかなと思って。チャンネル登録はこちら側。